日本共産党の吉良よし子です。私は日本共産党を代表し、2017年度決算に関連して総理大臣に質問します。今本決算の前提を揺るがす大問題が起きています。毎月勤労統計の不正偽造、政府の政策立案の土台となるこの基幹統計が長年にわたって誤った調査方法で行われていた上、そのことが隠され続けていた、とんでもない話です。統計法第一条は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であると明記しています。総理、長年国民を欺いた上に、その生活に多大な影響を与えたことの重大性をどう認識していますか、伺います。この問題の全容解明を強く求めます。何よりこの問題で許せないのは、雇用保険や労災保険などの手当が過少に給付されていた、その被害者の数が延べ2000万人にも上るという事実です。これは職を失い労働災害に苦しむ人たちに国が追い打ちをかけたことになります。さらに仕事で愛する家族の命を奪われる地獄の苦しみを味わったという過労死遺族の皆さんに対する遺族年金まで過少給付されています。あまりにひどい仕打ちではありませんか。その責任をどう考えるのか、総理はっきりとお答えください。過少給付の被害に遭ったすべての人を一人残らず政府の責任で救済すると約束できますか、お答えください。さらに今回の偽装、統計偽装が誤った景気判断、政策判断に使われたことは重大です。昨年7月の月例経済報告は、賃金は緩やかに上昇していると判断を上向きに改めました。しかしその判断は偽装された賃金統計を元にしたものです。偽装を正確に補正した場合、2018年1年間の実質賃金はほとんど伸びておらず、マイナスになる可能性も指摘されています。総理は今世紀最高水準の賃上げなどと喧伝し、消費税増税を進めようとしていますが、その根拠が崩れた今、消費税 10% への増税はやめるべきではありませんか。総理の決断を求めます。問題は毎月勤労統計の不正にとどまりません。それこそ2017年度は安倍政権の下で改ざん、隠蔽、虚偽答弁が繰り返されました。その根底には森友家計疑惑など嘘とごまかしを重ね、真相を隠し続けようとする総理、あなたの姿勢が今国会に至るまで続いている不正や民主主義の形骸化という重大な事態を作り、国民の政治不信を一層深刻にしていると思いませんか。答弁を求めます。2017年度予算は国民生活に大きな負担を押し付けるものでした。まずは子どもたち、待機児童が深刻になる中で、2017年、政府はその対策の目玉として株式会社を一気に保育事業に参入させる企業主導型保育に多額の予算をつけました。ところが自治体が関与できない仕組みの下で、定員充足率は6割にとどまり、保育士の急な退職や突然の営業停止など各地で混乱と矛盾が噴出しています。総理、このように保育の公的責任を放棄する政策はやめ、認可保育所の増設など国と自治体の保育の責任を明確にすべきではありませんか。公的責任の放棄はこれにとどまりません。総理は2017年の総選挙で突然言い出した幼児教育無償化を今年実行するとおっしゃいます。しかし昨年末発表された幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針によると、公立保育園の無償化の財源は 100% 自治体負担です。今でさえ保護者や保育士の反対を押し切って各自治体で公立保育園の廃止、民営化が進んでいますが、それをさらに加速させるとの認識はありますか。総理の見解を求めます。
また2017年度、政府は給付奨学金制度を創設しました。しかし、その規模は1学年でわずか2万人。多くの学生はローン型の奨学金制度を利用し、卒業生はその返済に追われています。日本学生支援機構の調査では、奨学金貸与者本人の自己破産件数が2016年度、17年度、ともに2000件を超えています。国の制度である奨学金で破産に追い込まれる。なぜか、高すぎる学費、就職難、低賃金、国の政策の破綻の結果だと思いませんか。滞納していても、奨学金利用者は返還しようと努力をしています。むしろ、奨学金を返還できないくらい、経済的に追い込まれていても、それを考慮しない、回収強化により、ブラック企業でも辞めるに辞められず、過労死した若者もいます。こうした無慈悲な回収強化はやめるべきではありませんか。何より、経済的事情から返還が困難になった人々を自己破産する前に救済すべきです。総理、いかがでしょう。お答えください。来年度、政府は非課税世帯の学生には、学費を全額免除する、給付奨学金を拡充するとしています。しかし、高等教育無償化を目指すなら、高すぎる学費の値下げにこそ踏み出すべきです。我が党は、運営費交付金を1600億円、私学助成を9000億円、それぞれ増額することで、すべての大学の学費を半額にする政策を出しています。これこそ実現すべきではないでしょうか。答弁を求めます。総理は、こうした無償化の財源に消費税を充てると言いますが、そもそも子どもたちの未来のかかった教育政策と消費税増税を引き換えにするなどもってのほかです。消費税が導入されて30年、その税収増は社会保障の充実には回らずに、大企業富裕層の減税や景気悪化による法人税や所得税の減収分の穴埋めに消えてしまいました。消費税増税ではなく、この間増やし続けた軍事費を減らし、儲かっている大企業や富裕層に応分の負担を求める税制改革こそ進めるべきです。2017年度、私が忘れることができないのが、伊藤詩織さんの性暴力事件が発覚したことです。この事件がきっかけとなり、日本でもセクハラや性暴力をなくそうという MeToo 運動が広がりました。さらに昨年の財務省セクハラ事件も契機となり、多くの人々が今、セクハラをはじめとする暴力、ハラスメントをなくそうと立ち上がっていることは希望です。こうした声を受け、私たち日本共産党も昨年12月17日、厚労省に職場におけるハラスメントをなくすための実効ある法整備を求める申し入れを行いました。ハラスメントは、働く人の尊厳、人格を深く傷つける行為です。被害者は心身を壊し、休職、退職にまで追い込まれています。総理、ハラスメントが一人の人間の人生を狂わせる深刻な問題だという認識をお持ちでしょうか。昨年は ILO 総会でも労働の世界における暴力、ハラスメントの除去に関する条約が議題になりました。ところが、日本政府はこの時態度を保留したという。こうした人権問題に消極的な日本政府の姿勢こそ、国内でのハラスメントを助長していると思いませんか。今年採択されるであろうこの条約には、必ず日本も批准するべきです。総理の答弁を求めます。何より重要なのは、セクハラやパワハラを明確に禁止する国内法の整備です。日本が国際的にもハラスメント規制の後進国となっている事態を打開するために、あらゆるハラスメントを禁止する禁止規定の法整備を求めます。最後に、施政方針演説の中で、総理は、世界から信頼される日本をとおっしゃいました。しかし、国の信用に関わるデータは改ざんされ、隠蔽され、人権感覚は世界からはるか立ち遅れたまま、そんな総理の下では到底、世界から信頼されることはありません。今年、このような安倍政権を終わらせるため、日本共産党は
市民と野党の皆さんと力を合わせて頑張り抜く決意を申し上げ、質問を終わります。内閣総理大臣、安倍晋三君。北議員の質問にお答えをする前に、室井議員のご質問の中で、防災・減災・国土強靭化のために必要となる予算について、平成30年度予算案と発言いたしましたが、正しくは平成31年度予算案でございましたので、訂正させていただきます。それでは岸田議員にお答えいたします。毎月勤労統計の事案に対する認識についてお尋ねがありました。毎月勤労統計について不適切な調査が行われ、雇用保険、労災保険といったセーフティネットへの信頼を損なう事態を招いたことについて、国民の信頼、皆様にお詫び申し上げます。高い専門性と信頼性を有する統計分野において長年にわたって誤った処理が続けられ、それを見抜けなかった社長については重く受け止めております。今回のような事態が二度と生じないよう徹底して検証を行い、信頼を取り戻すことが何より重要であり、再発防止に全力を尽くすことで政治の責任をしっかりと果たしてまいります。雇用保険、労災保険などの給付の不足分については、できる限り速やかに簡便な手続きでお支払いできるよう万全を期して必要な対策を講じていきます。消費税率引き上げについてお尋ねがありました。消費税率 10% の引き上げは、全世代型社会保障の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保するために必要なものです。これまでも法律で定められたとおり、10月に現行の 8% から10% に引き上げる予定であると繰り返し申し上げており、この方針に変更はありません。なお、連合の調査では5年連続で今世紀に入って最高水準の賃上げが継続しており、現時点において所得環境は着実に改善しているとの判断に変更はありません。私の政治姿勢についてお尋ねがありました。国民の皆様から指摘があれば、内閣与党野党にかかわらずしっかりと説明を尽くすことが政治家としての責任であると考えます。さまざまなご批判を真摯に受け止めながら、今後とも総理大臣としての説明責任を果たしていく考えであります。幼児教育についてお尋ねがありました。企業主導型保育事情は、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童解消に貢献する重要な事業です。現在、保育の質の確保や自治体との連携などの課題について、有識者からなる検討委員会において検討を行っており、その結果を踏まえ必要な対策を行っております。待機児童の解消は待ったなしの課題であり、保育の実施責任がある市町村が公立私立の役割分担も含め、地域の実情に応じて保育の受け皿整備を進めることが重要です。国としては市町村を積極的に支援し、やれることはすべてやるということで取り組んでまいります。なお、幼児教育無償化の実態負担が公立保育園の廃止民営化を進めるとのご指摘ですが、幼児教育無償化の財源については消費税率引き上げに伴い、国と地方へ配分される増収分を活用するとしており、国の責任において必要な地方財源をしっかり確保します。負担割合については昨年国から地方団体に提案し、その内容についてご了解をいただいたものですが、引き続き地方自治体の皆様のご意見をしっかりと伺いながら、本年10月からの実施に向け準備を進めてまいります。奨学金の返還と高等教育無償化についてお尋ねがありました。どんなに貧しい家庭に育っても、意欲があれば大学等に行くことができるようにし、学生生徒が安心して学ぶことができる環境を整備することが必要です。このため安倍政権では、返還を必要としない給付型奨学金制度の創設や無利子奨学金の充実を進めるとともに、大学等を卒業後、経済的理由から奨学金の返還が
困難となった方には返還の期間を猶予したり、将来の収入に応じて返還できる制度を導入したりするなど、きめ細やかな救済措置を講じ、高等教育への進学の支援の充実を図ってきました。さらに真に支援が必要な低所得者世帯の学生に対し、確実に授業料等が減免されるよう、大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーするために、十分な給付型奨学金を支給するため、今国会に関連法を、法案を提出することとしています。このような取り組みを通じて、家庭の経済事情にかかわらず、子どもたちの誰もが自らの意欲と努力によって明るい未来をつかみ取ることができる社会を作ってまいります。社会保障の財源とその負担のあり方についてお尋ねがありました。国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から、消費税率の引き上げに伴う増収分は、その全額が社会保障に充てられております。本年10月に予定している消費税率 10% への引き上げについても、全世代型社会保障の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保するために必要なものであり、引き上げに際してはその使い道を見直し、2兆円規模を教育無償化などに振り向け、子育て世代に還元いたします。なお、防衛関係費については、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、国民の生命財産が我が国の領土、領海、領空を守るため、必要となる予算を計画的に編成してきております。また、企業が収益力を高め、より積極的に賃上げや設備投資に取り組むよう促す観点から、成長志向の法人税改革に取り組んでまいりましたが、その中でも、租税特別措置の縮減、廃止等による課税ベース拡大により、財源をしっかり確保しております。さらに、所得税の最高税率の引き上げ等を講じてきたところです。今後の税制の在り方については、これまでの改正の効果を見極めるとともに、経済社会の情勢の変化等も踏まえつつ、検討する必要があるものと考えています。ハラスメント対策についてお尋ねがありました。職場におけるハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、あってはならないことと考えています。ご指摘の仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約については、日本政府としても積極的に議論に参加していきたいと考えています。仮に ILO 総会で条約が採択された場合、その批准については、採択された条約の内容等を踏まえて検討してまいります。なお、あらゆるハラスメントを禁止規定を設けることは、違法となる行為の要件の明確化等の課題があり、慎重な検討が必要と考えます。政府としては、すべての事業者にパワーハラスメント防止の取り組みを義務付けることや、セクシャルハラスメントの相談を理由とした不利益取り扱いを禁止するなどの法整備を通じて、ハラスメントのない職場を目指してまいります。これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。